さあそれでは準備が整ったようです。それでは開始してお来た波動ファイター。まずはレッドサイドあけぼの橋ギャンブラーズから1番奥川高丸選手3511、真ん中中地選手1135、手前優選手3241です。対するアインプロジット1番奥川竹選手3241、真ん中 PG 武蔵選手1135、手前トールくん選手4411です。さあアタッカーがお互いに違います。3511と4411、チャージ1対決ではありますが、少しねこの編成が変わっていきますね。あけぼの橋ギャンブラーズ一番奥が高丸選手はめちゃくちゃ大きいけどちょっと遅いエナジーボール。アインプロジェクト一番手前トールくん選手は大きいし速いしの4411となっているわけです。さあそして PG 武蔵選手がライフが1枚、最後のシールドを中地選手が張っていく。ここを武蔵張る前に3511で得点を取っていく。さああけぼの橋ギャンブラーズが1点のリード、最後のシールドを使った PG 武蔵選手。さあアインプロジェクト1点を取ることができるか、追いつくか、追いついた追いついた。さあどうなる、延長に行くのか、延長戦です。どちらかが1点取った方の勝利になります。4411のねトール君選手がライフ1枚、ここ狙われていくか。それでは行きましょう、スタート。高丸選手もライフ2枚なのでアインプロジェクトとして高丸選手を少し抑えていきたいような形。あけぼの橋ギャンブラーズはトール君選手を抑えていきたいが、溜めている、両チームともに溜めている。斜めを狙いながら、いやここで中地選手が1枚になっていく。いや高丸選手が溜めている、トール君選手も溜めている。取るのはどっちなんだ。ライフの枚数はアインプロジェクト2対1、あけぼの橋ギャンブラーズの勝利です。おめでとうございます。いやー